あとダイエットとかですね、に関しての、アフィリエイト商材の選び方についてご相談いただいてます。あと、検索で自分で調べられないんですという方ですね、検索してもなかなか見つからないんですということなんですけれども、アフィリエイト商材はですね、まずあなたが情熱持って続けられる、ジャンルっていうのを選ぶということですね。あとはあなたが興味あるだけではなくて、きちんとそのビジネスなので、これ趣味でやるんだったら全然いいんですけれども、ビジネスでやるとしたらですね、やっぱり稼げるジャンルを選ぶということですよね。アフィリエイト、稼げるジャンル、健康系、美容系、鉄板ですよね。あと、副業転職、とかですね、投資関係とかですね、スピリチュアル系とか、語学ですね、ここでも相談あるように、はやっぱり人気あったりします。選び方ですね、その数字でちゃんと見るってことですね。SP の数字でちゃんと稼げる商材の選び方っていうのがあります。LINE の方でご案内します。売りやすい商材ですね。海外事業希望の方から。決め方、売りやすい商材の